アナミカズマサは日本のオートレース選手。極端な陰相法で知られる。アナミは山陽オートレース場所属のベテラン選手。全国でも屈指の雨号車として知られている。2015年4月現在、SG タイトルの勝利こそないもののグレードレース合計6回、優勝、通算勝利数は1000勝を超える戦歴を持っており、ファンの信頼も厚い。アナミの最大の特徴は、 極端なまでにインコースを走る、その独特の奏法である。通常、直線距離の短いオートレースでは、直線は少しアウトコースを走って、スピードを乗せ、減速しつつ、コーナーに入るのが基本である。しかし、穴見はその直線にあってもインコースを走る。上半身を左に傾け、車を押さえつけるように走るそのフォームは、穴見以外には見られないものである。 ち位イ,インベタの選手は直線走行距離が短くなる。その走行特性から、スピードではどうしても外角走法には及ばないため内側のブロック力だけでは外側からあっさりとめくられてしまうなど、軽ハンデを生かし見せ場を作る程度の選手が大半な中、穴見は平均的な選手よりかなり高いスピードも持ち合わせており、全国トップクラスの選手の中でこそ、 スピード負けすることもあるが、高いブロック力と簡単には抜かれない、コーナースピードの両方を兼ね備えた脅威のイン選手で、あることが、穴見の強みと言える。穴見がこうした双方を使うようになったのには、ある理由がある。デビュー間もない三級車時代、穴見はアウトコースを使っていた。これは何も穴見に限ったことではなく、非力な三級車ではアウトを使わなければ、 勝負にならなかったからである。しかし、あるレースで穴見の内側を走っていた選手が落ち車し、それに巻き込まれる形で落ち車したことが穴見にとっての転機となった。自分のミスで落ち車するならまだしも他人に巻き込まれて落ち車したくはない。そう考えた穴見は苦心のせい、現在の唯一の双方を編み出したのである。現行の競争者エンジンセアでも、その走りは健在だが、 それ以前の目黒二季島や富士時代は今よりもさらにインコースを走っていた。これはセアのエンジン性質に合わせ若干アウトコースを走るようにしたからである。しかしそれも他の選手からすればかなりインコースを走っていると言える。すでにベテランの域に入ったアナミカが歓暦を過ぎた現在でも一戦級のレースで奮戦しており持ち前のスタートで先行し一度さえにかかれば 容易にインコースを裁かれることはない。また先頭に立ってもペースは遅く、必然的に多大数による接近戦になりやすいため後方の選手は行き場を失うことが多い。これをオートレースファンは俗に穴見、渋滞と呼ぶ。特に一時期 SGE の準決勝において高橋三つは穴見と同レースに組まれると大きく苦戦し優ですらできないことも多かった。 穴見のインコースを何とかはけたのは、前世紀の飯塚将校や島田信弘、梅内美木高橋三つぐなどといった絶対的なエースぐらいのもので、下手に若手がインから裁こうとしても、行き場を失い、ともすれば、落ち車してしまう。逆に言えば、穴見のインコースを履けるか否かが、一種のバロメーターとなっている。鉄壁の守りから、内戦のガードマン。 穴見シャッターなどの異名で呼ばれることが多い。またその得意な走りに見せられるファンも多く、採用を代表する人気選手の一人である。最近では若手の外を使ったスピード戦にあっさりめくられることも多いが、SG 開催でもスタート先行からインを守り、たびたび穴車券を提供することがある数少ない個性的な選手である。ありがとうございます。